皆さんこんにちはポールトレーラーです。 私からのプレゼンはプロメテウスを利用した大規模サーバー監視システムの構築ノウハウですぜひ皆さんの組織でもお役立てくださいまず最初に簡単に自己紹介をいたします私はアメリカのノースカロライナ州のローリーという田舎で育ちました日本人の友人に田舎というとコンビニが1軒そしてバス停が1箇所ということを浮かべるらしいですが、えー、私の田舎にはどちらもありませんでした 大学を卒業しましてサンフランシスコに移動し2つのスタートアップで勤務しましたそこで日本語を趣味として身につけました個人的なチャレンジとして勉強していました友人と日本語を練習していたんですけれどもその後日本に住みたくなりました学生として福岡に来て大好きになりました都会と自然が共生しているところで好きになったのでもう少し長くいたいと思いましたそこで l i 福岡に応募しましてここで4年間働いております今 LINE 福岡では私の主な業務は監視業務ですけれども趣味としてスイフトや iOS 開発もかじっておりますこちらが今日のアジェンダですまずプロメテウスの基本的な概要についてお話し,します2点目にプロメゼンを使ってプロメテウスをどう LINE で管理しているのかお話します 3点目はアラートのルール、ルーティングについてお話します。そして4点目がマルチテナンシーのサポートについて。最後に、プロメテウスの構成を長期的なメトリックス用にスケーリングする方法についてお話します。まず、プロメテウスとは何でしょうかプロメテウスはプル型の監視システムです。では、プル型とは何でしょうか 例えば他の監視システムスタッツ D やグラファイトのような場合はデータを監視サーバーにプッシュしますこれでも機能しますが時に誤って DDoS 攻撃を自分の監視サーバーにしてしまうことがありますまた注意すべきなのは サービスが動いているのか落ちているのか判断しにくいのですというのは注目しているのがデータが来ていない部分だからですしかしプロメテウスはプル型のシステムですですからスクレーピングのスケジュールが簡単でまた監視サーバーに対する DDoS 攻撃を回避することができますまたノードが動いているかダウンしているかを判断しやすいですプロメテウスには監視対象のリストがあるからです ですのでプロメテウスです。 プロメテウスではどのノードがスクレービングに失敗したかを見つけるのが簡単ですまたアラートのルールは柔軟ですこれまでは単一の指揮地を設定して指揮地に達すればアラートを出すというやり方でしたしかしプロメテウスではプロム QL を書くことができるので複雑で詳細なアラートを様々な状況,状況で設定することができますプロメテウスはグラファナでデフォルトでサポートされていますなので多くのグラファナユーザーはすでにデフォルトでサポートを持っているということ になりま,すまた、プロメテウスはクラウドネイティブコンピューティングファウンデーションのプロジェクトです。初めて外部プロジェクトとして参加し、そして卒業の認定を受けたプロジェクトです。今はプロメテウスは標準化のプロセスをオープンメトリックスのもとで行っています。つまり さまざまなサービスでオープンメトリクスのフォーマットをサポートしているものは自動的にデフォルトで Prometheus によって監視されるということになります。ですからこのビルトインはとても便利です。では、Prom 全とは何でしょうか ?Prom 全はツールなのですがファイルディスカバリーを通じて Prometheus を設定することができます。また アラートマネージャーから通知のルーティングを管理することができます。e メール、チャットなどの手段に通知を送ることができます。どうしてプロム m ェ e ンを構築したのでしょうかまず開発者としては設定を自分たちでは書きたくありません。ちょっと面倒だと思います。プロメテウスのスクレーピングの設定を書きたくはないでしょう。アラートのルールや通知のルーティングも書きたくはないと思い,思います。 開発者としては WebUI で通知やターゲットを簡単に設定できればいいと思いますですからプロメテウス自体にもサービスディスカバリーの手法が搭載されていてターゲットを見つけることができます例えばクバネテスコンスルドッカーなどですさまざまな手法がサポートされていますしかしカスタマイズの場合はファイルディスカバリーを行います プロム全 WebUI にターゲットと監視設定を入力します。そしてセロリーのノ,ノードが各プロメテウスのインスタンス上にあるので UI のアップデートはプロメテウスノードにプッシュされファイルがアップデートされ再読み込みされます。では次に LINE におけるプロメテウスについてお話しします。 LINE のような会社は非常に規模が大きいです。えどういうことかと言いますと私のチームが見ているクラスターは LINE でも大きい方のクラスターです。現在4600万の時系列データをスクレーピングしています。またスク,レーピンスクレーピングの間隔は15秒です。また 3万4千の異なるターゲットを監視していますこれは直接設定されたアプリケーションミドルウェアエクスポーターさまざまなものである可能性がありますそして多くのターゲットを監視していますのでこのターゲットを9つのシャードに分けていますそのシャードの状況にもよりますが1台のプロメテウスサーバーが一度に 2か,2から800万の時系列データを一度に監視していることになります。そしてデータの量にもよりますが短い場合にはデータの保持期間は2週間そしてアラートの少ないサーバーでは10週間保持されます。ですから監視対象によってこのように数字に幅が出てきます。 LINE のような企業は大規模ですから信頼性が肝心です日々のサーバー負荷に加えて負荷の急上昇などを見る必要がありますまたルーティング管理も必要ですパフォーマンスメトリックスがどうアラートについているのかということを見る必要がありますまたさまざまなチ,チームグループがいますのでマルチテナンシーを気にかけるべきです最後に 監視データを長期に保管するのでいかに安全にデータを長期に保存するかということを考える必要がありますえではここでプロメテウスの環境についてお話ししますいくつかのクラスターで構成されています1番目はアルファテスト環境です ここでは基本的な統合テストを行い各コンポーネントがうまく機能するかを見ていますここでは主に仮想マシンを使います負荷テストは統合テストほど気にし,気にしていないからですで次はベータクラスターですここではより本格的な統合テストや負荷テストを行っています またベータクラスターでは開発者がサービスを開発しそれがステージング段階にある場合開発中のバージョンを登録しここで干渉することができます。しかしかかベータもテスト環境ですから デフォルトのルールを切っていることが多いです例えばメトリックスのエクスポートなどですというのは開発環境はサー,ビスサービスがダウンすることがよくあるのでこのノイズを避けるためです最後にリリースクラスターがありますこちらは本番のサービスを監視しています実際のトラフィックを対象とし実際のユーザーが使っているサービスを監視しています ではリリースクラスターにについて詳細にお話し,しますリリーーススクラスターはプロメテウスサーバー20台で構成されています。これらは通常物理サーバーです。20の CPU256GB のメモリ 10GB ネットワークに対応しネットワーク空間は 2TB です。信頼性と可用性の観点から2台のプロメテウスサーバーを1組にして動かしています。 2台ののサーバーーバが1つのシャードに割り,当てられ割り当てられます。仮想ではなく物理マシンを使う理由はプロメテウスを動かすにはメモリやディスクスペースが大きいマシンの方がいいのですえ仮想マシンを使うこともできるんですけれどもかなり大きな仮想マシンとなるでしょうしかしそうなるとハイパーバイザーを仮想マシン自体が使うことになるので ハイパーバーザーの利点を得られずオーバーヘッドになってしまうでしょう。以上に加えて2台のウェブサーバーがあります。ここではダッシュボードやプロムジェン u i を扱っています。エ n g i n x グラファナプロムジェンサノスクエアリーコンポーネントがありこちらは後ほどお話しします。これらは Web サーバーでステートレスです。そしてノードを3、4倍に増やすことも可能です。 最後にブラックボックスエクスポータープローブ専用のノードがあります。 通常、プロメテウスはターゲットを直接監視し、直接複数のメトリックスを得ます。しかし、ブラックボックスの監視の場合、HTTP のステータスコードや SSL 認証の有効期限を見たいと思うので、そのリクエストをプロキシーするものを置いて、メトリックスを得られるようにします。ここでも2台1組にして動かしますが、1組は v e l d e LINE のプライベートクラウドのサーバーで 内部 API コールを監視していま,すまた AWS 上でも動く2つのノードがあります。これの利点は外側からユーザーの視点で API を外側から監視できるという点です。えー、物理サーバー別のシャーディングに加えて役割別のシャーディングもあります。例えば今の環境では、 4つの共通のシャードがあります共通というのは LINE の開発者でサービスを監視したい人は誰でもプロムジェンのダッシュボードを起動して監視したいターゲットなどを登録できるという意味ですこれは誰もが使えるものです一方でユーズケースとしてチームによっては個別のニーズがあるところもあります カスタマイゼーションが必要とされる場合もありますいくつか例をご紹介します一つ目は LINE ショップですショップチームはあー様々なサービスがありス,スプリングブートやアルメニアを組み合わせて運用していますショップチームの場合ターゲットの数は多くありません、えー、たくさんのデプロイするアプリもありませんしかし 各インンンススタにはたくさんのサンプルがありますというのは LINE ショップでは多くの内部 API コールがあってトラッキングルートも様々だからですショップは特有のパターンがあるので専用のシャードがあります一方データアナラシスチームでは Hadoop フルエント D などクラスターサービスを動かしています ここでは各ターゲットに多くのメトリックスはなくてもターゲット数は多いです。というのは Hadoop クラスターには多くの Hadoop ノードがあるからです。さらに比較対象として広告チームはさらに異なります。広告チームの場合多くのマイクロサービスを通常 Go で運用していますが サービスを作りキャンペーンを行う際キャンペーン ID をラベルに多くつける傾向にあります。この場合は少し注意が必要です。カーディナリティの問題に見舞われメトリクスが膨大になる可能性があります。最後に今までの3つのチームとも異なるのが証券チームです。 証券や金銭を使う場合は厳格なルールがあるのでより注意が必要です証券用には全く別のクラスター全く別のプロメテウスプロメテウンインスタンスがありますこれで安全性を確保していますさて プロムジェンサーバーが稼働しデータを収集し始めたところでアラートに着目しましょう問題が起きたらどこへ通知をルーティングするのかといったことですご存知の通りアラートが急上昇しあちこちで見られることがありますプロムジェンでは2つのラベルを使っていますサービスとプロジェクトでこれで通知のルーティング管理をしていますプロムジェン内には サービスはああラインショップラインバイトなどを意味しています。プロジェクトはサービスより小さくラインショップ A. P. I. ラインバイトアドミンなどです。しかしこのようなルールを書く際にプロム Q. L. に詳しくないと。ラベルを誤って消してしまうことがあります。例えばサムやカウントなどアグリゲーションを使う場合です。 ここで例ですがサムメトリックの合計の場合通常は1つの値が返ってきますしかしルーティングできない1つの値が返ってきた時にプロムジェンはどこにメッセージを送ればいいのか分かりませんこの場合サービスとプロジェクトに分けてメトリックを合計します これによってサービスプロジェクトというルーティングできるラベルができましたもちろんアグリゲーションを使う必要はありませんメトリックのクエリを投げればああすべてのラベルが返ってくるのでサービスとプロジェクトにルーティングされえ特に問題はありませんこのような監視サービスを提供していますので開発者にはデフォルトでしておいてほしいことがあります 例えばどれだけのメモリをサービスが消費しているのかどれだけディスクが使えるかなどですこれらは全てのプロジェクトが知っておくべきことですもちろん各各チームはルールをカス,カスタマイズしたいと思いますそれぞれ見たいメトリックスがあると思いますしアラートが欲しいものもあるでしょうなのでこれはサポートされていますしかし 単一のデフォルトルールで誰もが平等に使えるルールを作るというのは難しいですなのでこれに対応するためにカスタムの式位置によるオーバーライドをサポートしておりカスタムのルールを上書きできますどういうことかというと PROM 前ではエクスクスードタグというものがありますこれは親のルールを適用しこのルールは除外するというものです 例えば、エグザンプルルールにエクスクルードタグがある場合、このルールはツリーの下まで展開されます。つまり親の エグザンプル,ルールはサービス AB を除く全てに適用されますその下にサービス A のルールがあってこれは別の式位を見ていますまたその下にサービス B のルールがありこれも別の式位を見ていますしかしサービス B の下ではプロジェクトを除外することにしましたこれ,これでプロジェクトに特化したオーバーライトがサービスのオーバーライトの中でも可能になりますこれがプロムジェンでサポートされています もう一つ、グローバルで全てのチームに共通してあるものとしては、グローバルメトリックスですね、こちらを可視化したいというものです。例えば、多くの場合、いくつのサンプルがスクレープされているか知りたいということがあると思います。それを全体としてどのように実行されているのか知るために、サービス、プロジェクト、ジョブごとに集計したいとします。ですると、初めにレコーディングルールを書いて、 メタササンプルサムを測定しますここでは負荷が増えているかどうかを知るためま,またはキャパシティプランニングのために現在のメタサンプルサムを取ってこれが1週間前と比べて2倍になっていたとしたら確認したいですよねおそらくサービスエラーがあったのかそれともサービスの人気が上がったのか何かしら理由があるはずですとはいえここで1つ制限を 設けます任意設定では、メトリックスに10万の上限を設けます。なぜなら、小規模のサービスが2倍にな,2倍になっても、モニタリングの観点から言えばそこまで気にならないんですけれども、大規模なサービスが2倍になった場合には、すぐに問題になります。あるプロジェクトが100万メトリックススクレープしていれば問題が起きているかもしれません。なので、サンプルアラートもスクレープをしています。 1一つのスクレープが100メトリックスを超えると確認が必要になるかと思います。なので、こういったグローバルルールを設定しました。最後に、SSL の証明書については常に意識しておく必要があります。他にもこういったグローバルルールを設けて、開発者に証明書の更新が必要なときにそのリマインドができるようにしています。 さらにこれはサービスとして稼働しているのでプロメテウスサーバーの状態も確認したいというニーズがありますアラートはもちろんアラートシステムにおいて重要ですのでよく確認するのがレートアラートマネージャーノティフィケーションフェイルですまたプロメテウスノーティフィケーションフェールも確認しますというのはプロメテウスの通知の様子を確認したいからです 通常、これらは異なるプロメテウスサーバーと異なるデータセンターを監視することで既存のクラスターがダウンしても落ちてしまっても監視ができるように確保しています。また、ほとんどのプロメテウスサーバーは効果要請の観点からペアで稼働しているので確実に構成を同期させる必要があります例えば MAX タイムスタンプから MIN タイムスタンプを比較して2つの差分を見てサーバーがきちんと同期しているかどうかということを確認できます。 ここで考えなければいけないのがマルチテナントですというのも多くの人が監視システムを使っており多くのチームをまたいで共有で利用されているためです現状で一番大きいグラファナのインスタンスでは約400人のアクティブユーザーがいますこれは過去1ヶ月でのアクティブユーザーですこのインスタンスでは最大50の異なる組織もしくは最大50のチームに分かれて使われています 組織全体でいうと、約1300のダッシュボードがあります。さまざまなユーザーが作成したさまざまなメトリックスの確認に利用されています。私たちのグラファナのテナントでは、先ほど話したインスタンスを共有しています。このような基本的なグループの権限管理を LINE、社員全員に用意しています。このインスタンスでは、内部の GitHub エンタープライズインスタンスに対して認証を行っています。 なので GitHub にアクセスできる開発者であれば誰でもメトリックスにアクセスして使用することができますさらに例えば他のプロジェクトマネージャーまた他のチームがアクセス権がないという場合でもメトリックスを確認したいということがあると思いますそういう時はいつでもグラファナインスタンスにマニュアルで追加できるようになっていますし実際そういうことはよくありますで多くのチームでは カスタムダッシュボードですとかデータソースなどのカスタマイズについてもニーズがありますそのチーム独自の組織をグラファナインスタンスの中で作成することも多いですこの場合はこのチームは自由に好きなだけダッシュボードを追加したり編集したりまた希望するデータソースを追加したりできます LINE ではさまざまな人がさまざまなチームに所属してさまざまな分野で働いています なのでサービス開発をサポートしてくれる委託先の方もいらっしゃいます。そうすると実際にはもっと多くのグラファナインスタンスがあるということになりますで。ここではそういった社外ユーザーについて具体例として使ってみます。ここではドッカーコンテナで走っている走っている別のインスタンスを使って行っています。でこのような方法を取っているのは特定の GitHub 組織に認証したいというふうになると。 通常グラファナでは単一の GitHub 組織に対してしか認証ができないためです各社外組織また外部のインスタンスに関しては特定の GitHub 組織に対して認証が行われていますまた社外の方々なので担当業務で扱うデータのみが閲覧できるように設定するように気をつける必要がありますなのでセキュリティにはより気を使う必要が出てきます なのでこういったニーズに対応するために PromQLGuard というツールを使っていますこの PromQLGuard はグラファナインスタンスと上流のプロメテウスインスタンスの間に置かれています上流のインスタンスと同じ API を実装しているのでグラファナの観点から言うと通常のプロメテウスインスタンスに接続するのと同じことになりますプ PromQLGuard はクエリを見てクエリをリライトして上流のインスタンスに渡しても安全であることを確保してくれます 例えば、HT パスワードのリストを許可したいすべてのテナントについて持っているとします。でこれはエ n g i n x ですとかパッチと同じ HT パスワードのフォーマットになりますで。この下にマルチテナントを構成します。テナント A、テナント B といった感じです。各テナントで特定のプロメテウスの上流インスタンスを設定するんですが、 ここで制限したいプロメテウスマッチャーというのも設定しますでこのようなクエリを実行するときにここではユーザーがフーマイナスバーのクエリを送るんですするとプロムケールガードがクエリを確認してリライとして上流のインスタンスに送りますなのでフーマイナスバーと書いたものが変更されてフーサービステナント A マイナスバーサービステナント A となりますこれがプロメテウスサーバーに送られると しかるべきメトリックスのみを施行してくれます例えば SecretAppX のクエリの場合 PromQL の p r o m q l g u a がこのクエリも書き換えて SecretAppX または AppY&AppZ というふうになりますでこの場合 AppX と AppY&AppZ の両方ではダメだということが分かります そのため上流のプロメテウスサーバーに送られてプロメテウスサーバーが何も返さないつまり閲覧すべきではないデータにはアクセス許可できないようにするというふうに、えー、そういったふうになっています LINE の場合ですがプロメテウスは最近のメトリックスデータを参照するのには非常に便利ですプロメテウスはそういった利用に非常に最適ですし効率的ですしディスクもローカル保存することが さされるのであの共有されるるののででで共有ことがないい信頼性も非常に高いですただ多くの場合半年前または1年前に何が起こっていたか知りたいというケースもあります例えば LINE の場合は毎年スケールアップを新年に向けてて行っています毎年1月1日元日に日本ではみんなが明けおめというふうに新年の挨拶を送り合うんですよねなのでこれのためにスケーリングが必要なんです。すると 去年の1月の月データが欲しくなりますでプロメテウスは最近のデータにフォーカスしているものなのでどうやって他の方法を使ってもっと前のデータを保存してアクセスするかということを考える必要がありましたそこで最近使うようになったのが SANOS というツールです SANOS は長期間のストレージをプロメテウスと組み合わせて使うことができますグラファナは通常通常り動くので サノスクエリ API を叩きます。ここでは、サノスクエリ API はプロメテウスと同じ API になります。なので、グラファナから見ますと、そこあの違いが分かりません。サノスクエリの中で、インターナルサノスサノス,ストア API というものを使います。これはサノスサイドカーとサノスストアの両方に実装がされています。サノスサイドカーがこれらのクエリを受け取って、 プロメテウスにリモートのリード API で接続しますサノスクエリから受け取ってプロメテウスからのクエリはデータを返しますこの時サノスストアでは同じクエリを受け取るんですがオブジェクトストレージにプルしてキャッシュを取り出してクエリを実行してデータを返しますサノスサイドカーはもう一つ役割がありまして定期的にプロメテウスのログで過去の数時間に 記録されたものを取っててオブジジェクトストスレーーにアップロードしています最後に SANOS コンパクトのコンポーネントは定期的にオブジェクトストレージからデータを取ってきて圧縮をしてアップロードし直していますこのステップを踏むことでより最適化した形で実行することができます SANOS では内部でデータモデルを使っているんですがオブジェクトストレージを使って 長期間のストレーージデータを保存しています私たちの場合は現在約 150TB のデータをオブジェクトストレージに保存していますまた約60万オブジェクトを保存しているのでかなり膨大なデータ量になっています現在はリリース環境にある1年分のデータをターゲットとしているんですがベータ環境だと2年分のデータをターゲットしています またできる限り最適化を進めることで可能な限り永久的にデータを保存できるように営意作業中です。サノスは新しいフォーマットで作り直すことはしません。通常、プロメテウスのブロックフォーマットをそのまま使います。これは2時間のブロック、8時間のブロック、2日間、2週間だったりします。しかし、この場合、非常に多くのメトリクスを私たちは処理しているので、 この大規模なメトリックスによる負荷があるんですけれども、2週間のブロックが500ギガバイトほどになることがあります。これによって生じる問題についても後ほどお話をします。サノスのスケーリングについては、特にスケーリングが必要なものが2つありました。コンパクトノードとストアノードです。コンパクトノードについては、通常ブロックのリライトに多くのディスクが必要になります。 先ほど触れた通り2週間ブロックの市場はすでに約500ギガありますなのでまず小さなブロックをダウンロードして新しいブロックに書き込んでアップロードし直すという手順になりますこのようにディスク要件が非常に細かいのでベルダチームに依頼してノードを特定のサイズにカスタムしてもらうこともありますまたサノスストアノードもスケールする必要があります この場合はディスクとメモリの両方が必要です。ディスクはオブジェクトストレージからダウンロードしたブロックのみキャッシュしてローカルでキャッシュするのに必要です。メモリはプロメテウスインデックスのために十分な量を用意する必要があります。メトリックスを探すときにはメモリに保存する際にそのインデックスが必要になります。またストアノーズを ストアノードをスケーリングする際に2つの次元に分けてスケーリングすることができます。1つ目は基本的な次元、時間です。時間の最大値と最小値のフラグを使います。例えば、この過去4週間でのデータを保管したとします。で次にその次の4週間、また次の4週間というふうに時間はログのスケーリングとしては非常に自然で分かりやすい次元と言えます。ただ時間だけですと スケールが少し難しいということもありますそういった場合はラベルベースでスケールすることもできますラベルはレプリカラベルでもいいですし先ほど例に挙げたラインショップチームまたデータプラットフォームチームその他前述したラベルでスケールしたいものを使うことができますなので以上の2つのオプションがありますまたリラベルコンフィグはプロメテウスと同じリラベルコンフィグになっていますなので どちらのノードも問題なく使用することができます次はサノスコンパクトノードのスケールについてですで繰り返しになるんですが同じリラベルコンフィグを使っているので異なるラベルの次元でもスケールができますまた先ほども申し上げた通りデータの 失礼しまディスクの制限がとても難しいことがあります。これは必要なディスクスペース量のカスタムノードの確保が難しいことがあるためです。ここではデバッグマックスコンパクションレベルを使っています。一部のノードでは最大2日間のノードしか圧縮をしません。単純に使用できるディスクスペースが足りないためです。またサノスコンパクトでは 一つのバケットに向いているコンパクターが一つしかない場合は直列になってしまうので非常に大きな問題となります。すべてのデータにアクセスするために直列にしか動けなくなってしまうので結果的にとても時間がかかって遅れてしまいます。そのため基本的にはリラベルコンフィグを使って並列化をしてコンパクトノードがそれぞれの論理シャードまたはグループに当てられるようにしています。 これまでにお話ししたことを一言でまとめようとしますとまずプロメテウスは非常によくスケールできるといえますディスクフォーマットのプロメテウスもとっても便利です十分なメモリーディスクを持っていれば一つのサーバーで大量のメトリックスを処理できますまたさらにある程度の期間であれば保存に関しても問題がありませんただ当然ながらテナントの数が増えて ターゲットになるメトリックスの数も増えてしまう場合はプロメテウスをシャーディングすることでさまざまなプロメテウスインスタンスにターゲットのサブセットを置くことができますそうするとプロメテウスのみでのスケールを超えた話になってくるんですねただここで注意する必要があるのがルールクエリを書くときですクエリがしかるべきチームにルートされるようにしなければいけません 持っていると思っていたラベルをなくすのは避けたいですし開発者がきちんと希望したアラートを受け取れるようにする必要がありますまたクエリのパフォーマンスにも注意が必要です多くの異なるテナントをサポートするとなった時にもやはりデータの共有方法には慎重になるべきです例えばチーム A はチーム B のデータはそのように意図した場合を除いては閲覧できないようにしなければいけません それにはグラファナインスタンスやダッシュボードを切り分けて対応したりですとか、PromQL ガードのようなツールを使って、クエリを見て、クエリが許可されているかどうか確認できるようにするという方法もあるかと思います。最後に繰り返しになるんですが、Prometeus は短期間の最近のデータの保存にとても便利です。さらにスケールしたい場合は、SANOS のようなツールを活用すると良いと思います。 s a n s は基本的にグラファナの観点から見れば他のプロメテウスの設定と同じような設定になっています。しかしながら s a n s サイドカーと s a n s ストアノードの組み合わせを使うことで一気にオブジェクトストレージを使ったスケーリングができるようになります。なので数週間分のデータを扱っていたところから一気にスケールアップして何年分というデータもしくは保存したいだけのデータ量までスケールができます。ただ どのリソースを使っているのか、またコンパクトノードとストレージノードをどのようにスケールするのかについてはしっかりと押さえておく必要があります。私の発表は以上になりますけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。他の発表もぜひ楽しんでください。ありがとうございました。